い、今回は春の水辺ということで、このような作品を描いたんですけども、ちょっと水辺には見えないかもしれません。でもそれもなんかちょっと不思議な味わいということで、水辺なのかな、何なのかなっていうようなところもなかなか面白いかなと思って、イメージ的な感じでね、仕上げてみました。はい、どうもこんにちは、ムッチーです。水彩画メイキング動画シリーズ第181回目をお送りいたします。すごく間が空いてしまいましたけども、はい、申し訳ございませんでした。今日はね、こういう感じ、どこにでもあるような水たまりですね。はい、でこういった草は何なんでしょうか、よくわからないですけど、まあ雑草ですよね。まあなんていうかな、こう光を反射していて、すごくなんか生き生きとしていて美しかったんですよね。なんて言うんでしょうか、光の中にもこの緑のオーラがふわーっとこうボワーンとこうね、漂っているような、なんかそんな感じ。これから春に向かってこういう新しく芽吹く緑たちみたいな感じでね、いいんじゃないかなと思いまして、これを描いてみたいと思います。はい、今回は縦位置に描きますので、画面に全部入らないですけども、はい、まあ、こんな感じで簡単にデッサン、そして、最もよく光っている、こういうもう本当に白に見えるようなところをあらかじめ、マスキングしておきました。ここからスタートいたします。まず最初に大まかな基本色のような感じを、画面を濡らしておいて、ウォッシュしていきます。その際に、最もこう濁りの少ない色からいきます。本当純粋な、ブルーといいますか、水色っぽいやつ色ですね、セルリアンブルーからいきます。画面を水で濡らしておきます。このように、グリーンとかイエローも純粋なレモンイエローを乗せていきます。そして、ブルーと混ざるともちろんグリーンになりますし、気をつけなければいけないのはこのグリーンと、ピンク色オペラなんですけども、とにかくグリーンと赤系統が、混ざらないように気をつけながら色を置いていきます。緑と赤というのは補色の関係です。その補色同士の色が混ざり合うと、茶色のような、グレーのような、といった、ちょっと濁った感じにも見えますので、だから混ざり合わないように注意すべきだということです。はい、そして、ここでドライヤーを使って乾かします。はい、乾きましたので、今からですね、この緑の明るい葉っぱ、これたちを、マスキングしていきます。2回目のマスキングですね。はい、2回目のマスキングも乾きましたので、ではこの上に2回目のウォッシュをしていきたいと思います。ちょっと軽く絵の具を動かさないように軽く水を塗ります。
第1回目よりも少し濃い色調になるように塗っていきます。これはコバルトグリーンを上乗せしています。またパーマネントグリーンなども入れていきます。あとこれウルトラマリンのようなのも少し入れてますね。土が見えているんですよね、水の下に。これをですね、もう、土色ではなくて、もう全体を緑系、緑の空気感で満たそうと思います。なので土ではなくて、これも緑でいってみたいと思います。水の雰囲気に見えるかどうか分かりませんけど、少し霧吹きをして若干ぼけるようにして濃い色を入れていきたいと思います。ウルトラマリンなどで入れていますね。でですね、このオーラが出ているような、そのちょっと光っている感じですね。そのあたりはティッシュで軽く押さえて、濃すぎないように、またエッジが出ないようにっていう風な感じで、若干ボケ気味にすぐっていきます。同時にこう水辺に映る上からの葉っぱの影なども入れているんですけども、とにかくあまり水辺には見えない感じになりそうなんですよね。で、まあイメージっていうことでやっていきます。はい、ここ一番光ってるような感じにしたいので、ティッシュで押さえて濃度を弱くして、ぼかしつつ濃度を弱くするという感じにしています。下のピンク色オペラと混ざると、そこは紫っぽくなりますし、いろんな風合いが出てきますので、それらを利用するみたいな、自然利用しながら風合いを作っていきます。そろそろ細筆も使ったりしてね、茎が水面に映ってるような雰囲気も出しています。ティッシュもギュッと押さえるとすごく絵の具が取れますし、軽く押さえると軽く取れてくる、その筆圧じゃないわ、ティッシュ圧ですかね、その圧の強さで、抜け方を調整しながらやってるんですけどね。こんな感じですね。ここ一番こうやっぱりオーラを出したいところはちょっとシビアによく考えて、ティッシュで圧を調節しながらぼかしています。なんか茎のようなものがねたくさんあるんですけども、あまり深く考えずに、さささっとやった方が多分いいと思いますね。でも写真のようにしたくはないっていう趣旨でやってますので、ほとんどイメージの雰囲気にしたいので、写真通りにならなくてもいいという感じです。はい。はい、ではすっかり乾きましたので、こう奥まったところにあるちょっとこう濃い茎とか葉っぱなどを入れてみます。
ややぼかして入れたいところは霧吹きをして入れます。とこう葉っぱの感じを意識したりした動かし方をしたりもします。ぐっと濃いところにはぐっと濃い影の色を入れないと画面に締まりが出ませんのでね、入れます。でまたこのようにスクラッチで、乾き気味の絵の具のところを剥ぎ取ってぼんやりした茎があるように見せています。マスキングを剥がすところまで来ました。今こんな感じですね。ではマスキングを剥がしていきます。はい、すべてのマスキングを剥がすとこんな感じになりました。まぶしい感じが出たかなと思います。ではここでいつもやってることなんですけど、こんな、暗い影の中に奥まっているところの草なのにくっきり見えているとか、なんかそういうのおかしいですよね。そういうところだけ、綿棒を水で湿らせて柔らかくぼかして修正していきます。強くこするとまずいので弱く柔らかくこすります。はい、細い茎枝、なんかそういったものを、具体的に描いていきます。水の上にあるもの、水に潜っているものもいろいろあります。また光を受けてすごく白く光っているところもあるし、グッと影になっているところもあるなどなどを、強さやぼかしを調整しながら、濃淡などをね、調節しながらやっていきます。でもほぼほぼ完成ですね。あとちょっと気になるところを直したり、ちょっと加湿したりして、もうそろそろ完成に近くなってきております。はい、ということで完成しました。あまり水の雰囲気には見えないんですけど、それもいいかなと思って、なんかちょっと不思議な感じ、これも面白いかなと思ってイメージ画として、完成させることにしました。なのでもうこれ以上はいじらないようにしようと思います。はい、最後までご覧いただきましてどうもありがとうございます。この水彩画制作過程動画の全シリーズを一目でご覧いただけるサイトを作りましたので、この画面下の解説欄にあります URL をクリックしてみてください。第1回目から今回までのすべての動画が一目でわかるようにしてありますので、見たい動画を速攻でご覧いただけますので、どうぞご覧ください。また、無料で学べる水彩画8日間集中講座というのもやっております。これも画面下の URL からどうぞご覧になってみてください。そしてチャンネル登録の方もよろしかったらぜひお願いいたします。